グッドモーニング眠れる獅子2配信記念スペシャル座談会。いやいやいや、めっちゃ俺頑張った方やろ。頑張った方やろ。いい声だなって聞いてました。結構今頑張った。頑張りましたね。声あったよ。はい、ありがとうございます。不思議なこの横並びの五人並び。あ、ちょうどこっちがあのライガー組のこっちがスーパースター。本当だ。本当だ。っていう関わらず。九条一馬役の、高岩誠司です、よろしくお願いします。高野演じました柏俊樹です。よろしくお願いします。八夜を演じました半田健斗です。よろしくお願いします。熊見ヒロとベアクローを演じさせていただきました出会いの作品です。よろしくお願いします。クロトラの、ケンクスギです。よろしくお願いします。なんかキャッチコピーだよね。人に隠れて悪を打つ、ガキを敵を打つ、敵を打つ。ケインさんのあれですか、決め台詞だった。ああそうですね、そうそう、各年者の変身した後で、半田君の僕もね、ファイズのセリフではないんですけど、そういう作品の作品のコンセプトのキャッチーですね。それが失踪する何が知ってるか、歌手のまあ目覚めのその魂だった、それが銃弾になった銃弾ってことですよね。出会い君、そうなんですよね。自分があのまばゆき冒険者の冒険シルバーなんですけど、まばゆき冒険者、冒険じゃなくて暴れる拳になってるんですよ。これ東映さん大丈夫なのかな。攻めてんなと思いました。とりあえずこれはあの名乗りのポーズの時の口上、そうです、まばゆき冒険者、冒険シルバー。あーなんか覚えた、懐かしい。僕でも言ったことあるんですかね、そのセリフ。あのね、僕1回ぐらいです。まだね、ちょっとあのスムーズに言えない頃。そうですね。もうほとんど日本語のセリフなかったんですよね。ヒットの感覚ですね。そうですね。だから多分1回かないぐらいしかなあの言わなかったかもしれないですね。まあ大体ね、レッドが。そうですね、レッドかホワイトか。ホワイトが。ライダーチームはセリフ、そもそもセリフじゃないからね。セリフじゃないんでね。なんか決め文句はなかった。文句はなかったですね。親父ギャグぐらいしか。親父ギャグ。親父ギャグ。親父ギャグばっかりやってましたから。そうですね。まあでも目覚めろその魂っていうのはやっぱりね。あ、結構象徴的としては。だってジオンの時もそういうサブタイトルあったあったあった。目覚めろって。うん。僕いろんな方ともう縁で、アクションもうずっと長年映画とかドラマで一緒にやってて、でも本当に高山さんとやっててすごい勉強になりましたし、もう本当に光栄でした。当時カクレンジャーから10年当時はね、本当まだ日本語もそう、もう全然うまくない頃でも、アクションはもうずば抜けてやっぱりあの経験者だったので、その5人の中サスケがいて、ジライヤが、あ、じゃない、姫がいて、中で唯一一人アクション、もう当時は本当に若かったので、やっぱりスピードもありますし柔軟性もあって、で10年って時を経てこうやって今度は相対するとなると、もうこれまでのその役者人生、アクション人生が本当にもういい形にこう作り上げてって、アダルティーナアダルティーナをイブシギンの大人のお芝居の大人のアクションに変わってるのに本当にびっくりしましたね。やっぱ愛対して多分交えたから多分感じれたと思うんですけど、うん、あの熟練されてきてるなっていうのは、あのケインに限らずもうこっちの女優さん全員当時の若い頃に比べたらもうアダルティーな本当色気もすごく、変わったなと思いましたね。仮面ライダーって多分歌手さんもそうだと思うんですけど、最終話の時に僕ら中入りましたよね。え、入ってないですか。え、入ってない、入ってない、入ってないんだ。あ、残念だな。何中に入るって。僕はですね、その50話仮面ライダーファイズというのをやらせていただいて、最終話にファイズのあの装着するという経験をさせてもらうんですね。あれでも最初につけましたもん。あ、最初、つけて歩きましたから。面かぶりました。
面までは被ってないんですよ。ここがポイントで、面を被るとですね、もう何でしょう、僕の想像以上にやはりこう視界も悪いし、あとはそのスーツというものがいかにこう動きというものに対してあの妨げになるかっていうのを初めて50話で知るわけですよね。で、まあ50話取ってきたご褒美として着せていただいたのかわからないんですけども、これはね僕提案なんですけど、第1話に着せろと若い役者に。でそれを踏まえた上で高岩さんを見た方がいいっていうのは僕はね当時思ったんですよ。それまでも頭では分かってたつもりなんですけども、この高岩さんのなさってるお仕事のなんていうんですか、その難しさであったり凄さっていうのがこう自分が身につけた時にもう倍以上、思ってた以上にこれはというものがありまして、ですからね、そこはそのもっと早くに知っておきたかったので当時後悔した覚えがありますね。それほどにやはり仮面ライダーを着たまんま動くっていうのはちょっと並大抵のことではないなと。確かに、はい、僕の時はとかずな水がすごい多かったじゃないですか。水のシーンがなんか多かった、私は多かったですね。暁号という、まあ、船から、まあ、もう元凶に、ね、なるお話、船がオープンセットで、はい、オープンセットで水組んで船の甲板かなんかそこをそう波っていうんでスタッフさんがバシャーッ夜のサブバケツでね、水かけ、そこで水かけです。そこでその物語上初変身するっていうくだりだったんですけど、そこで下からスタッフがバシャーッでロケ行ってもなんか水のくだりが多かったです。だから落ちて落ちて、で変身時計で僕に見たでその日撮影終わってで2人で近くのお風呂入ってそう覚えてますねそれ。なんだか水をこといや水で、まあ、水のエルっていうのがね結構強敵だったっていう。水はすごい、あ水のエルだ、はい、そうだ水のエルって怪人がオープニングから僕はもう、うん、波打ち際に打ち上げられたんで、打ち上げられたね、オープニングからあれも多分11月とか12月に撮ってるんで。でも仮面ライダーはね水好きですよ。ファイズも第1話の時に雨降らしがあったりとかで、僕も水落ちしましたし、みんな濡らされてます。だってオープニング田崎監督が作る時に、はい、そのオープニングの中に全ある程度その伏線っていうか、そうですね、絵を盛り込むっていう手法で、うん、節がありますよね。で大概ですね、あったかい時期、夏であったりそういう時期にはこう水は浴びないんですよ。大概ね、冬とか寒い時なんですよ。先端もそうよ。あ、そうなんですか。スーパー戦隊も夏に限ってそのなんか火の中とか冬に限ってなんか川に落ちるとか何の試練だ。ドエスの人しか作ってないからね、作り手の人たちが。なんで夏全くでしたもんね。もう水なかったです、ね。猪熊さんがニヤニヤニヤしてさあ入ったーって言った。猪熊さんが。松丸さんもそうだけど。苦労話じゃないですけど、高山さんアギトの時大変だったのはやっぱトリニティですよね。ああ三位一体。はい。もう三位一体だから。二刀流でアクションが一番大変だったっておっしゃってその当時から。刀と長いもので長いものも、はい、そういう両方でやるから長さが違うものですね。長さが揃ってればまだやれば長さが違うもんなんかその時からもうこれは嫌だみたいな感じになってたんですけど、ジオンの時にまたやらされててやってたね。その話しました。アギトが初めてその仮面ライダーの始まりで、ちょっと夏の撮影、六本木トンネルってよく行ったじゃないですか。行きましたね。六本木トンネルってロケ地で、はい、今でも忘れないですけど、夏の、その日の最高気温が41度、当時でもそんなに、ニュースになってたんですよ。で当時、記録さんが、何を持ってるか、ね、温度計持ってるんだよ、なんか。なんで持ってるんだよ。ストップウォッチじゃなくて。見て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 、40度超えた。楽しかったんでしょうね。バカじゃねえ、メンタルが折れちゃって。でそのライダーの夏って、うわもう嫌だなって思った印象があると思うんですよ。まあファイズとにかくファイズの時も夏場はもう本当もう半身もう一
気消沈っていうか満身創痍だったんですけど、戦隊の方もかまだ核レンジャーの頃ってすごくスケジュールがそんなタイトではなくて割と余裕のある現場だったんだ、現場だったん、割とそんな朝早い出発も6時半とかそんなんで、今はね5時出発とか5時出発ですよ、4時とかに集合してましたもんね、もうスタッフ役者さんなくさなスケジュールになって、当時核レンジャーの頃って割と日いっぱいで撮影も終わって、あんまりナイターも、そうですね、時々あります、ね、時々あったので、多分スリーメンがまだ10何歳だったんですよね、それ合わせたら早く、そう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 、そうまだ本当にもう義務教育、義務教育ぐらいなんですので、スケジュールもそんなタイトじゃなかったんで、今考えたらあ、隠れんじゃ楽ですもん楽でした、スケジュール的には。僕はあの高山さんとかもあの隠れんじゃの思い出というか、やっぱりなんですか、ロケバスのいる時間がすごい長かったですね移動とか、やっぱ帰りで皆さん、高山さんとかスタントの皆さんと同じロケバスだったので、よくコンビニ寄ってスナック買ってたまにカードとかウノを やりながら帰ってすごい思い出でしたね。ただ割と行動一緒に、そうですね、彼は出番終わっても帰れないんですよ、帰れずバスがなくて、僕らがアクション終わるまではずっと、はい、でもケインはアクションしたがる子だったので当時もう常にアクション監督に今日アクションは今日アクションは可愛いですね、ちょっとだけ少しだけ当時は本当に日本に来てすごいあのアクションチームあのいろいろ教えてもらって、あのスタントとかもうずっと時間の合間トランポリン踏んで、ね、皆さんと、うん、はい、ずっと練習してました。他の連中はみんなバスにいるんですけどねケインだけはあのアクション部と一緒にこうトランポリン踏んでたりとかしてましたね。核レンジャーの最終回みんな泣いてなかった？なんか泣いてました。あの始まるあの猫丸の中ですよね、多分かな、なんか猫丸の中もう最終的なその、はい、結構もうずっとあの泣いてました。うわ、全然泣くシーンじゃないんですけどみんな泣いてました。あと1年間やり終えたみたいなので、ね、なんかそんな印象があって、もうケインの登場回、アメリカン忍者、はい、アメリカン忍者ローラースケートみたいな絵に描いたな、ウエスタンの格好して、はい、出会い君と接点はあるんですよ。え、ダブル以外ですか？冒険で今思い出した。ただこれ言っていいのか分かんないんだけど、絡んではない、絡んではなくて、はい、僕冒険者1年間出てるんです。え、1年間ずっと出てる。いや、おかしいな。打ち上げに参加してもいいぐらいオープニング、オープニング俺いるの。え、そうなんですか？これあの使えないから使わなくていいですけどいるの。どこですか？冒険ブラック。え、今井さんじゃないんですかあのコックピットのオープニングと、はい、あ、本編の方も出てる俺ちょこっとだけ1話か2話で。あ、そうか、まだ合流しない時ですね、うん、自分も。あ、そうなんですか。オープニングのコックピットのガガガウンダダダンダダンところの下りのコックピットは俺え、今井さんが着てたスーツ入ったんですか？あの時はまだ、今井ちゃんが少し体が大きくて、はい、まだ俺まだお済みだった頃で。あ、そうなんですか。全然余裕で入れて、1、2話のちょっとお芝居部分参加してた。あ、そうなんですか。冒険ブラック、これ貴重だぞ知ってる人少ないぞ絶対この情報は、え、すごいす、あんまり言われてないですか？言ってないもんだった。あ、じゃあ結構特段かもしれないですね、まあ、使える使えないですとしてそうそうそう、悪いことじゃないですよね。ダブルの無駄に冒険としてはそうだったんですね、つな、うん、がりは知らなかった17年越しに知ったこうやって見てみると、あ、だからあのオープニング見ると冒険ブラックは今井ちゃんっぽくはない。ああ、そうなんですか。それは
チェックしないと。そうそう、チェックしよう。DVD 家にあるし。あと1、2話のちょっとあのイエローと一緒にこうなんか撮れるはい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 の一部分が俺がお芝居してる。あ、そうなんですか。なんか隠しキャラみたいな。僕も1回だけその高岩さんにやっていただくべきことじゃないことを高岩さんにお願いした回があって、まあ、難しいアクションとかだったらもちろんお願いさせていただくんですけど、僕ジェットコースター乗れなくて、あの遊園地でジェットコースター楽しむ乾匠っていうのがあったんですよ。それをですね、高岩さんに代わっていただきませんかとお願いしたことがあって。それも東武動物公園。そうです。で、後で聞くと高岩さんもどう。ダメダメなんだ。マジっすか。ダメ。へぇ、ゾワーってつなぐ、あの G がね、 G が基本のあの高いところ、降りる高いところとか大丈夫。あ、ダメなんですか。そう、乗れないとかって泣き言を言いましてですね、やっていただいたんです。いい年して。そう、本当いい年して。高岩さん乗ったんですね。乗ったんだっけ。乗っていただいたと思います。はい、そうだっけ。ガンとして乗らなかったんだよね。ガンとして乗らなかったですね。そこはなんかちょっと下手したら逆切れするぐらい。乗ったら撮影止まりますよぐらいなことを言って。まずご迷惑、ちょっとそういうこともしていただいた覚えがあります。今回グッドモーニング眠れるしし2の見どころとしましてはですね、まあ、当然あの前作同様、今回、ライダー主演メンバーとスーパー戦隊のリーダーで張ってらした方との、まあ、アクションバトル、まあ、若干一部アクションしないですけどとの、まあ、アクション壮絶なアクションであったり、まあ前作とはまたちょっと違うそのコメディ要素が強くなっているので、はい、そこも楽しんでいただけたらと思いますし、随所に特撮ネタがちょいちょい見え隠れしているので、そこをなんか探し当てるのも面白いかなと思いますので、ぜひ、4月12日、配信の方ぜひご覧ください。グッドモーニング眠れる獅子2見てね。客集め頑張るぞ。キッチンカーはただの通過点だから、私は一流のシェフになりたいの。ランチで2800円、お金がないです。リストラされて働き口ないんだ。これ食べて元気出しな、おっさん。今日こそは300万きっちり返してもらおうか。上等だよ。おっさんにも手伝ってもらうからね。いきなりシェフ見習いの。お待たせいたしました、戦場飯です。私の料理でどんなお客も笑顔にしてみせる、それが夢なの。ブツは見つかったのか。怪しいと思って調べてみたら、ゆずきの店でした。お前を裁くのは法ではない、我々アルテミスだ。アルテミス、ギリシャ神話に出てくる狩りの女神ね。あの連中、茜の父親の失踪に何か関係あるんじゃないのかな。痛い目に遭いてえか、それともおとなしく立ち去るか、さあご注文を伺おうか。多分また誰かのために頑張ってるんだろうな。他人のために必死になれる人。黒トラ、腕が鈍ったんじゃないか。クジも敵側に雇われると最強最悪の存在。あんたに私の料理がうまいって言わせてやる。目が覚めた。戦場ミスです。どうぞ。